さて今日は素晴らしいゲストにこのスタジオにお越しいただいてます。大分トリニータの高松大輝選手です。どうぞよろしくお願いします。お願いします。そしてお疲れ様でした。あ、どうも。あの国歌を歌う時ってどんな気持ちなんですか？いや、もうゲームのことだけ考えてやってますから。結構無の状態？そうですね、何も考えてないです。あ、そうですか。さて早速ですけれども、その VTR を見ながら高松選手のアテネでの活躍の様子をご覧いただきましょう。さあ、まずお伺いしますけども、アテネで3試合を戦ったわけなんですけれども、今改めてアテネでの日々どうでしたか？いや、精神的に疲れました。でも、あの試合の様子を中継で見てますと、体調の方は良さそうでしたよね。そうですね、合宿からもうしっかり準備してたんで、その辺は体調は良かったですけど。あのこれまで厳しい予選を戦ってきましたけれども、本番と予選っていうのは何か違いってありました？そうですね、やっぱりなんですかね、微妙なんですけど、ちょっとの判断とか、やっぱり相手の選手はやっぱり早かったんで、その辺は感じましたけど。今ご覧いただいているのはちょうどイタリア戦の様子なんですけれども、ロスタイム、高松選手のヘディングシュート、この時はどんな感じだったんでしょう？そうですね、もう早く試合に負けてたんで、早くボール取って早く始めようっていうことだけ考えてますけど。俺のとこに来いって感じですか？いや、そうですね。はい、オリンピックを経験してね、世界との距離を体験できたと思うんですけれども、あの自分自身でどこが通用して、そしてどこが足りないかなって思いました？そうですね、なんすかね、もっと点を取れるチャンスもあったし、もっと決定力を上げないといけないなっていうのをもっと実感しましたし、判断がやっぱり自分は遅かったんで、もっとそういうところを積み重ねていけたらいいなと思いますけど。自信になったところは？そうですね、90分間試合にも出れたし、全体通して何度かできることもあったんで、その辺は自信になりましたけど。あのイタリア戦の後でしたかね、ちょっと涙も見えましたよね。どうだったんですか、あの時？そうですね、やっぱりいっぱいサポーターの人も来てくれてたし、応援してくれる人もいっぱいいたんで、悔しかったから涙つうか、その辺はわかんないですけど。あのプロになって試合の後涙が出たの初めてなんですってね。そうですね、初めてですね、それだけ、オリンピック悔しい思いをしたということですかね。そうですね、悔しかったですけど。あのアテネには奥様も行かれてたみたいなんですけれども、あまり話す機会ってないんですかね？そうですね、監督が1回ロビーでそういう会を開いてくれて、会っただけですけど。でもきっと支えてくれる、見守ってくれてるっていうのがあったんじゃないですか？そうですね、グラウンドから嫁の姿を見れてたんで。あ、分かりました。分かりました、ね、あ、そうですか、さて、アテネが終わりまして、今度は J リーグセカンドステージということになるわけですけれども、セカンドステージどういうふうに戦っていきますか？そうですね、一勝でもサポーターの人に喜んでもらえるように、一勝でも多く勝利をしたいと思いますけど。あの帰ってきていきなりのね、この前のセレッソ戦で得点を決めるなんて、やっぱり勝負強さが光ってますよね。いや、VTR 見たらタグのゴールだったんで。さて、今日はですね、あの個人的な目標をですね、実は色紙に書いていただいてるんで、ここで個人的な目標が健康。そうですね、この心は、健康じゃないとサッカーできない、わけだし、健康でいつもいれば自分のなんすかね、コンディションもいいわけだし、その辺でサッカーできるということで健康。トリニータの選手として活躍するのも、そしてアテネ経由ドイツ行きを目指すのも、やっぱり健康が基本と。そうですね。セカンドステージたくさん点取ってくださいね。あ、頑張ります。なんか聞くところによると、点を取るとお小遣いが上がるそうですね。いや、わかんないですけど、今後の活躍に期待しております。どうもありがとうございました。ありがとうございました。